はい、どうもこんにちは、ナナリです。本日も数学の話題を提供していきたいと思います。今日の題材は2010年度の和歌山県立医科大学の入試問題です。範囲は整数問題ですね。それでやっていきたいと思います。二次式 fx の係数はいずれも負でない整数、非負整数というやつですね。 f1 が15、 f2 が33で、自然数 n に対して f1 から fn までの相場は常に n で割れるという条件があります。で、fx を求めようという問題ですね。二次式というふうに言われているので、 fx イコール、これいきなりまあ ax の2乗足す bx プラス c という形にかけますね。で、 a はもちろん0でないっていう形にかけるっていうことですね。非負整数という形、 f1 が15という条件と f2 が33という条件、まあこれ、とりあえずまあ代入してなんか文字一つ消せますよね。まあ2つ消せるかなというのが分かりますね。これね、f2 を計算するとこれは 4a 足す 2b 足す c が33という条件ですね。まあこの f2 から f1 をまず引いてみましょう。そうするとこれは 3a 足す b という形になって、33から15引いて18ですね。で、 b について解いてみると 18-3a が0以上ということになりますよね。ってことはもうこの段階で a は0から6だっていう値になるわけです。で、かつ a は0でないって言ってるので、ここはもちろんその1から6までということになります。こうですね。まあこれでかなり絞れた形になります。まあ b イコール 18-3a を c のところに、例えば1番の式に代入して c を消して b を消して、で a だけの式にして、その最後の条件ですね、 f1 から fn の相場は常に n で割れるっていうものを考えていけばいいんですけれども、まあこのままそのシグマを取ってみましょう。とりあえず f1 足す f2 足す点点点の fn というのは、これは1代入したもの、2代入したもの、 n 代入したものの全ての総和なので、こういうふうに書けますよね。 k イコール1から n までの fk という形に書くことができます。ということは k イコール1から n までの ak の2乗を足す bk 足す c という形になるってことですね。ということは6分の1の公式とか、まあ等差列の和の公式、シグマ公式使ってこれ n で書けることになりますね。まあそれをちょっと書いてみましょう。6分の a の nn 足す1に n 足す1、それから2分の b の nn 足す1足す nc という形になりますね。で、n で割れるっていうふうに言ってるわけですけれども、ここに n っていうのが3つ入ってるんですよ。だから基本的に割れそうだなっていうのが分かりますよね。ただし何が問題かっていうと、ここの6分の a とかそれから2分の b とか、これがちゃんと整数になってくれないといけないです。ただしこの2分のところに関しては nn 足す1のところでまあ約分されますよね。だから実質これは整数になるわけです。でもこの n で割れるって言った時に、この n を2で割ってしまったら n で割れなくなる可能性があるので、やっぱりそこはその2分の b がまあ整数になってほしいとか、あるいは 2n 足す1が2で割れてくれないと、この n で割ってしまったら n で割れなくなる可能性あるわけですね。まあその辺がちょっとネックになってくるので、まあ合わせて考えていきましょう。つまり6分の1、まあ最初の部分は6分の 1nn 足す1で割れるので、まあこんな風にしてくくってみます。で、そうすると a の括弧 2n 足す1
足す 3b ってなりますね、ここね。で nc の方はこれは c が整数なのでこれは n で割れるからこれをほっときましょう。で前半のところの nn 足す1のところで n で割れるわけですからこの n はまあ残しておきたいわけです。でそれ以外のところがちゃんとその整数になってくれる、つまりこの6分の1の6を約分して、整数になってほしいわけですね。まあだから nn 足す1を前に出して6分のを中に入れます。これ次どうするかっていうと、まず後ろ3、これ3で割れてますよね、ここ3の倍数になってますってことは、ここの部分が3で割れないといけないっていうことですね。まあもちろんそのここが3で割れる場合もあるけれども、n 足すこの n は取っておかなきゃいけないので、例えばこの前のところ掛け算をだけ取り出すと n 足す1とそれから 2n 足す1倍の a というものですね。これが、3で割れないといけないんです。でも例えば、2n 足す1と n 足す1っていうのは n が3で割れるときは3の倍数にはならないんですね。この時には、n 足す1と 2n 足す1っていうのは3の倍数にはならなくて、元3で1になるんですよ。ってことは3で割れなくなっちゃうんですよね。ってことはその a が3で割れるっていうことが前提になるわけです。n 足す 1×2n 足す1は3が n が3で割れるとき3で割れないので、まあ結局その、n が3の時にこれは3で割れないから、だから a が3で割れることが必要ってことですね。ですか。でその時に a は1から6だったので3と6に限られるってことが、わかります。でそれに対して b イコールで計算すると b がそれぞれ9と0って出てきますね。 ab の組として a が3の時には18-3×3 で9だから9ですよね。それから a が6の時には18になるので b が0って出てきます。でまあ実際にねこれ c の値を代入してみると、まあ 2n 足す 1a 足す b っていうのはどちらも偶数で6で割れることになりますね。これが奇数で a が3で b が9の時にはこれが奇数で奇数で両方とも奇数かつこれも奇数なので全体として偶数かつ a が3の倍数なので3で割れてこれは6で割れることになります。で6、0の場合にも同様にその偶数と偶数の組なので、しかも a は3の倍数ですから6の倍数ってことになって、結局このここの上の部分ですね、この分子の部分が6の倍数になってくれるってことが分かりました。ということで、この6分のは結局解消されてこの n は残るんですよね。どんな n に対してもこの n が残るので、したがってその fn までの和が常に n で割れるってことが、保証されるってことになります。この2つに関しては保証されるってことですね。この a が3で割れるっていうことが必要条件なので、絞り込めた。でこれで十分っていうことですね。であとは c を求めて、 c イコールそれぞれ3とそれから9というのが出てきます。したがって fx として答えは 3x の2乗プラス 9x プラス3と、ともう一つですね、 6x の2乗足す9とというのが2つ答えとして出てくるというわけです。これが答えです。はい、いかがですかね。ここにね b の式として a のだけの式にした方が、まあ、分かりやすいかもしれないので、まあ、早々にこの 18-3a というのを代入してしまってね、計算を a だけの式で表す方がもしかしたら分かりやすいかもしれませんね。a だけの方の式にして、まあ、結果的にその3で割れるっていうこの必要条件が出てくれば、
あとはその A が1から6という条件で3と6に絞られます。この3と6に絞られるっていうところができれば十分だと思いますね。はい、というわけで、まあ、ちょっと数列の要素が入ってシグマ計算が入っているので、整数問題といっても数列との融合問題と言えると思います。はい、参考になれば幸いです。ご視聴ありがとうございました。